崎美希です。今日はですね、久しぶりにザラの購入品をご紹介します。イエーイ今回ザラは可愛いのがありすぎて選ぶのが大変でしたが、頑張って厳選した 1,2,3,4,5 5点をご紹介します。最後までご覧ください。それでは動画スタート。1点目になります。1点目は今着ているこの、これ千鳥柄かな、千鳥柄のジャケットになります。名前がハウンドトゥーステクスチャージャケットの S サイズになります。19,990円でした。今日中に黒のトップスを着ているんですけど、ジャケット1枚でももちろん締めても可愛いですし、こうやってアウターとしても可愛いです。私170cmなんですけど、着丈はこれぐらい、ちょうどここウエストになってるんですけど、絶妙なショート丈のジャケットになってるので、すごいスタイルよく見えると思います。可愛いよね、なんか高さがずれて見えるんだけどめっちゃ可愛いです。これボタンもなんかおしゃれなボタンになっててですね、ゴールド系の金具がついてるジャケットすっごい好きなので、アクセサリーとかと合うからよく買うんですけど、すごいディテールまで可愛くて最高でした可愛い。ザラのページには中黒のトップスにしてデニムも合わせてたのがめちゃくちゃ可愛かったので、ちょっと甘めに しすぎたくない時はデニムコーデでも可愛いなと思いました。あ、黒のスキニーとかにブーツもいいよね。そう、可愛いと思うので、あと白のタートルとかに着ても冬はすごい可愛いなと思うので、いろんな着回しをしたいと思います。可愛い。あ、そうそう、綺麗めでね、いい感じよね。ということで1点目このジャケットです。2点目になります。2点目はこちら、ベーシックカーデガンのグレーの S サイズになります。これはですね、もちもちのニットです。めっちゃもちもちなの。そうだから、これ1枚でもすごい着心地がよくって、あったかいです。最高、私の大好きなグレーちゃんです。これはボタンがシルバー金具になっていて、ちょっとおしゃれな感じで、ここがね、下までボタンがなくてスリットが入ってるタイプなので、ちょっとインナーは気をつけた方がねいいかもしれないので、ハイウエストのものと合わせてあげるのがいいかもしれないですが、可愛いです。タイトなんだけどゆとりはちゃんと着るとあって、生地が伸びてくれるタイプなので、締め付ける感じもそんなになくピタッと着れて、すごくスタイルよく見えると思います。普通のこういう最後まで締めるタイプのカーディガンって意外とどこでも持ってたりするけど、こういうのってなかったりするから、スタイルアップしていいなと思って購入をしました。あ、確かにそうだね、ワンピースにさこれ羽織ると、まあ開けてたらそれでアウターっぽくていいけど、普通にボトムとしてワンピースが見える感じになっていいよね。こちらですね、5,990円でした。はい、ということで2点目です。3点目はこのピンクのトップスになります。フェイクファートップスで、これは L サイズを買いましたが、まさかのぴったりっていう事件でした結構小さい作りなのかなと思うんですけど、半袖のモコモコのフェザーっぽい感じの生地のニットトップスになります。これ画像だったんですけど、もうちょっとくすんでるかなって思って、くすみピンクみたいな期待してたんですけど、意外と鮮やかでした。いちごミルクみたいなくすみピンクだったらすっごい可愛いなと思ったんですけど、まあ実物ちょっと結構いちごミルクちゃんだったので、甘めだね。なのでガーリーがすごい好きな方はいいかもだけど、ブラックとかと合わせてあげないとかなりガーリーになっちゃう感じ。これはオンラインやっぱりショッピングあるあるで、カラーが違ったみたいなしょうがないかなと思うんですけど、これはちょっと思ってた色とでも違いましたね。なんだけど私ピンクが大好きで、こういう半袖トップスは秋もそうだし、秋と冬の境目みたいな時期も着れるし、冬もなんかこうイベントとかだったらアウター結構ダウンとかで羽織っちゃえば、こういう半袖でも意外と着れるので、まあ、ピンク好きな方はすごいいいかなと思います。どうこれ、可愛いですよね。うん、見た目すごい甘めな感じ。なんかね、私甘め甘めになっちゃうよね。うちのオフィスのピンクの色、そう、相まってねただのピンク人間みたいな感じになっちゃうんですけど、全体的には可愛いです。可愛いですけどちょっとガーリーでしたという感想です。こちらは3,990円でした。お休めです、
4点目はアウターになります。フェイクレザージャケットの XS サイズを購入しました。こんな感じのジャケットです。これ XS なんですけど、私の身長で170で骨盤よりも全然下なので、割と大きめ、オーバーサイズめのお作りです。生地はレザーになってるんですけど、結構薄めですね。閉めるとこうやってボタンが浮き出るようなジャケットです。値段は8590円でした。かなりカジュアルな感じになると思うので、キャップとかをかぶってあげて、結構カジュアルめ、クールめな感じのコーデにするお洋服の方が合いそうな感じです。ハイウエストのパンツとかも合いそうだし、クロップド丈のトップスとか合わせてあげて、お腹チラ見せするのも、まあ、今寒いけどね秋とかだったら可愛いかもって思いました。なんか中白 T とかが合いそうでね。この後ろ側がゴムでちょっとキュッてなってる感じが可愛いです。ダボつき上げずに割とここはタイトに見せてくれる感じが可愛いです。これさっきお話ししたキャップなんですけど、絶対合うんだよ。やっぱこういう子で可愛いなと思います。このジャケットはボーイッシュな感じで着てあげてください誰に向けてなんかレザージャケット探されてる方はぜひ。5点目はこのモコモコちゃんのアウターになります。こちらはボア生地ジャケットの S サイズになりますね。で8590円でした。こんな感じの丈感です。かわいいね。このモコモコちゃんが本当ダッフィーちゃんみたい、ティディベアみたいでかわいいです。ロング丈とかはよく見ると思うんですけど、ショート丈でバランスよく着れるのってあんまりなかったりするから、肩とかちょっと抜いてあげるとバランスよく着れて可愛いです。可愛い、本当にモコモコしてる。ディズニーとか行ったら絶対確かにそうだねディズニーでダフィーの耳とかつけるといいねディズニーで可愛く行きたい方はぜひ今日は中真っ黒にしてるんですけど、まあ、中の色は基本ベージュに合う色だったら何でも合うと思うので、私まあ閉めちゃえばね見えなかったりもするので、結構いろんなトップスと相性いいかなと思ってます。ボトムも今日はですね、こんな感じの膝上丈のスカートを履いてるんですけど、まあ、ワイドパンツでも全然可愛いし、これぐらいのボトムでも可愛いし、何でも合うなと思います。でね、なんかこういうボアジャケットとかにもキャップは全然合うなと思ってて、なんかやっぱこういう襟がついてるのは基本キャップ合うので、全部カジュアルに着たい方にもこういう感じのコーデはいいかなと思います。キャップ大活躍してるこれ5点目でした。1万円以下なのにすごいモコモコしててあったかいので、アウター探されてる方ぜひ。あと軽いです、めっちゃ軽いモコモコなんだけど軽いので体も疲れないかなと思いますということで今日はですね、ザラの購入品を5点紹介しました。全部可愛かったね、と次も次冬が終わったから春かなとかなるかもなんですけど、またザラの購入品やろうと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。